え、いや違うか。いやもう一回来たわ。もうなんかスーパーサイヤ人のオンパレードじゃないけど、バーゲンセールじゃないけど、トッププロのバーゲンセールだな。回線が良くなった。103ピンになった。ハボックフルパ、トッププロフルパ、103ピン、いい。いつもより断然回線がいい。ちょっとエリア中心で戦おうか。一枚削ってる。頑張れ頑張れ。ナイス。2段ワンピアンワンピアン。わ、裏湧いてるよね。いやーそうだよな、なんか変だなと思ったけど。ローテローテ。いやーくっそ、あの打ち合いは無理だな。これね、前ボッ削り切った方がいいと思うんだよね。どうせこいつやらないと裏取りされちゃうから。ファンショナウ、それ赤点やってもらおうか。 OK、 ナイス。トロフィー焚いてあげて、建物一緒に進めようか。1枚やった。あとセンター、うえ、ワンショで、脇がいい、脇がいい。ここ潰れてるってことは、裏大丈夫だと思う、これ多分。来ない、来ない。センターカバーやってあげて。これ正面1枚いるな。削って。1枚やれたな、今の。やれた、やれた。フラグ置けばやれたな。センター見れてくれてる。これ前ポ潰してやろうか。次ポ。マイポ潰す。うわー、潰してくるんだ。やっぱここね、このマップマイポ潰しきった方がいい気がするな。絶対プロゼそういう動き絶対してるもん。でこれセンタークル、センタークル、さっきのやつね。で僕一人になっちゃったから、ちょっと地下使おうか。あ、これバレたな。早めに動けることしよう。はい、来るの。 OK、ワンダウン。OK、ツーダウンした。あと味方来れるかな。行こう。あと味方のカバー欲しいな。当たる。ハボックだ。今のエリアでよかったな。ナイス。でもいい。脇全然いい。敵と乗らせてないし、まだいい方。ただね、この前ポ、この前ポ、これ削った方がいいと思う。わー、センターかよ。リス取れるかな。トレグラム、あ、それやったら取れる。ここ来るんじゃない？やっぱそうだそうだそうだ、当たってる。プロ勢の読みについてこれてるよ。厳しいな、これは。これ裏も来てるから飛ぶな。うん。30秒だね。次だな。え、あれ死体じゃないのか。あんなとこで見る。マジかよ。あそこで見んのかよ。あれはどっち行ったらいいんだろう。ローテすんのかな、味方は。そうだね。危ない危ない。OK、ダブルキル。よし。早いの、センターじゃない？あ、そこいんのかも。うわぁ、早え。こっちがほんときつい方にきつい方にやらされる。危ね。いや、厳しいね、これは。これはもう敵がうめえ、形が。回収いない。ダボ？ペッポ？あ、これ、見当たった。いや、それは厳しいけど、エリア頑張ってます。エリア頑張ってますよ。
うわ、それ挟まれてるやん。どこ行った？あー、そっち行ったか。マイプは潰せてんね。ほんだでかい、この1キロでかいよ。あそこ頭なしフラグ入れようか。で、これ入れて、センターいなければ。そっちいたか。いやー、スリーダン。トロフィー焚かれてんね。あれはアサルトにやってもらうのきついな。一旦サウスか。しつこく、行ってみようか、マイポ。あそこマジで抜けないんだな。ワンショ、ワンショ、ワンショ、ワンショ。ナイス。いやー潰したと思うよ。ナイス。来てるな。奥取られたか。いやー、めっちゃ強い。マジでだ、このマップなんかプロ勢と当たるときなんか毎回このマップのせいで、このマップの連動がちょっと知識度が増えているけど、これ味方詰めすぎてこっちで敵湧いてる。これアサルトに任せないと無理だな。エリアやられたか。来るはずだ。いやー、そう来たか。でも耐えてる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 。150取ろう、150取ろう。これはそこ見てここ取って、ないない。いやー、ラグパンチやめてこっちラグいいから、そのパンチやばい。これはね、先に中取れる、中取れる、中取って、縦に取ろうか、縦に取ろうか。だからここ潰す。味方全滅か。いや、それは厳しいわ。それはもう無理だわ。味方全滅は無理。ナイスナイスナイス。あー、どうもい。や、待ってえ、ちょっとさ、なんか普通に戦えるんだけど。いや、もちろん相手フルパだし、トッププロだし、リスコントロールとかその辺はもう断然向こうの方が上だけど、どう動いてくるかが若干読めるね。少し前よりは何されてるかわからないっていうのがないね。ただ相手と同じようなリスコントロールができるかって言われたら無理だけどね。ハボックたちの配信見たらめちゃくちゃ連携取りまくってた。おー、しっかり相手もガチってくれてるというか、まあ、ガチまではいかないかもしれないけど、音楽聞きながら片手間にって感じじゃなかったかな。いや、途中のさ、耐え方と連キルやばくなかった？いや、あれはね、ちょっと競技勢やってる人しかわからないかもしれないけど、そう、絵にしたらめちゃくちゃ地味だし、ちょっとわからないかもしれないけどね。あのプレイはマジ良かった。あの、敵の待ちか、なんだろうな、敵が来るタイミングを読んでの、ちょっと待った顔の出し方とか、耐え方。
あそこで死なないようにする動き方とか、味方との射線の通し方とか、もうマジでね、うん、まかったね、あれは。あれうまかったわ。グリさんのこと結構気にしてましたよ。ほんと。いや、だって、だいぶうざい やり方してたもん。あそこの最奥の耐え方。あれ敵からしたらマジでうざいというか、最優先に倒さないといけないところだったけど、そこを耐えたからね、だいぶ。いや、楽しいですね、渋り。